まあ今みたいなその頭の位置と右の肩の関係がいいと思いますね。今のは、下半身からリードするべきところが上半身から降りてるんで、はい、やっぱり下半身から小さい動きの中も動きもその1時間目で勉強したところ、そうですね、太ももの裏のもっとかかりますね。逆に頭が下がってますね。うん、いいです、いいです。頭下げないようにしましょう。上半身が こっちへ動いた瞬間にヘッドはバラバラな動きをするんで、最初にもっと体重をあ、いいっすね、いいっすね、とってもいいっすね、今のこの感じ、そう。もっと最後左体重かかっちゃっていいと思います。左の足が働けば落ち着いてきます。ここで見ていても左のハムストリングが働ければ、はい、いい形になってきます。大丈夫。